Like, here we go. When you do business, most of people think that you need money to start business. But here's the thing I'm doing every day to earn without using money. Here's the simple strategy that I'm using right now. So I was teaching Japanese. よくあのビジネスする際にお金がいるって言うと思うんですけど、言うと思うんですけど、それが普通の一般常識だと思うんですね。お金をかけないとビジネスできないって話だと思うんですけど、僕も起業の経験があるんですよ。2010年11月19日から2017年まで起業してましたけど、あの毎月使うお金って言ったら2万円とか1万円ぐらいなんですね。あとトークにかかるお金だったりとか、それぐらいのお金しか使ってません。2017年からもう完全に法人から撤退して個人のビジネスしてます。どうやってアンするのかっていうと、 Google AdSense を使う、 YouTube を使う、ノートっていうあのアプリケーションを使う、マグマグを使う、これらのことですね。ノートとマグマグがちょっとわからないですね。僕は未確認です。どうなってるのか仕組みはわかりません。記事を売るっていう作業ですね。記事を書いて、いわゆる自分のイラストレートだったり、あの文章だったり、あといわゆるストーリーだったり、いろんなものをまとめて売るって話なんですけど、メールマガジンやノートでですね、これも100円だったり500円だったり1000円だったり設定できるんで、いわゆるあの収益源にはなるんでしょうけど、マグマグの場合は有料だと1000円かかります。月1000円程度かかります。でノートは無料でできます。こういったことをいわゆるお金使わずにはできるんですね。で YouTube、Google AdSense っていうの、 Google っていうのはブロガーに載せる広告なんですけど、こちらの方はですね、いわゆるですね、無料でできます。いわゆる政府から行政から認可が下りた段階でできます。 Google って言ってもあの行政側の管理しているようなものなので、そういったことは可能です。でブロガーっていうのは Google AdSense 用に作られたあのブログですね。ブログの媒体なんですけど、こちらの方に広告を載せると、そうすると100ビューで1円っていう話ですよね。 YouTube で100ビューで1円ですね。100万人が見たら1万入るって話ですね。これがあのいわゆる広告ビジネスってやつですよね。 YouTube の動画の途中にあの広告出ますよね。あれで収益になってるのかな。で Google AdWords っていうあの Google AdSense を広げるような作業 の、 あのアプリケーションがあるんですけど、こちらの方はですね、あの50ドル、25ドル、10ドル程度で、いわゆるあのよくインターネットの記事の際にあの Google AdSense に載ってるような広告ですね。これ Google AdWords でエクスパンドしてるって話ですよね。こういったことはもう無料でできます。自分のウェブサイト作るんだったら HTML だったり、あのそういった言語のしか必要なのかと思うかもしれませんけど、 Wix っていうウェブサイト作るアプリケーションなんですけど、こちらの方は無料でできます。であの有料バージョンと月1500円2000円ぐらいでいきます。で自分のウェブサイト作ってここを載せるって作業ですよね。でブロガーだと無料ですね。これは Google AdSense 用のあのブログなので、先ほど言いましたけども、あのいわゆるそのテンプレートがあって、それに乗っ取ってブログを書くって作業ですよね。で僕が取ったストラテジーっていうのは、 SNS、Twitter、Facebook を非常に強い表現で毎日アップすると、リーダーたちやあのビジネスリーダーやいろんなそんな有名人だったり、そういった人たちに発言を繰り返して、とにかくアテンションを引くと。でそうすることによって、Twitter の1週間のアクティブユーザーが1万2万人いるんですね、今の点なんかで。で そうすると自分の記事載せたら全部見ますよね、それらの人たちが。そういったことを毎日繰り返してしてました。お金をかけずにですね。だからもう僕はもう一切ビジネスにお金かけてません、今年は。1円もかけてません、ね。で、法人の際も1万2万でしてました。で、アプリケーション作る際も、Upworks っていう、いわゆる、何でしょうね、アウトソーシングを使って、海外のクリエイターを作ってました。インド人や、そういう系の人たちですよね。賢い人たちですよ。安価に雇って、そういったことしてました。で、バイラルメディアだったり、いわゆるいろんなウェブサイトだったり、いろんな携帯のものを作ってましたね。で、可能性としてはですね、全員にあるんですね。いわゆる行政、政府、いわゆるファンがいて、いわゆるそれを支えてくれる人たちがいると。で、いわゆるフォロワーがいて、そういった人にとっては、いわゆる無料でビジネス走れるチャンスですよね。こういった進化が遂げられた世界っていうのはですね。だから僕は2017年してたのはメルマガ、ノート。メルマガほとんど機能してません。実際に言うとブロガーと、あと YouTube なんでしょうね。
YouTube もですね、時たま数万円程度でパッと入ってくるんですよね。でどっかに消えちゃうんですよね。で、Google はアナリスティックでずっと調べてるんですけど、桁が違うんですね。K って書いてるんですよね。1000桁違うんですよ。だからもうどうなってるのか分かんない。YouTube の方も全く分かりません、僕は。もうどれぐらいの人が見てるのかっていうのも。手探り状態ですね。自分で Google アナリスティックで調べてるんですけど、結構な数の、人が見てます。で、世界中ですね。日本はほとんど見てないですね。特に俺アメリカ、イギリス、中国ですね。これらの国の人たちを見てくれてますね。で、Google AdSense、ノート、メルマガ、マグマグですよね。ノート、Google AdSense、メルマガ、あと投資ですよね。投資はもういわゆる信用のおけるようなブローカーサービスを使うと。これだけのことですよね。これのことを毎日繰り返して、広告ビジネスですよね。ってことをしてました。お金使わずにですね。こういうところ誰でもできます。キーになるのは SNS ですね。Facebook、Twitter、Instagram、そういったものですね。こういったものからファンを引いて、ファンを作って、いわゆる情報を発信すると。そうするとその人たちを見ると。で、それは収益になると。それだけのことなんで。で、たまにお金使って Google AdWords で宣伝すると。自分のですね。で、自分の名前を覚えてもらうと。ラファエルもやったらラファエル名を覚えてもらって。認知されるんですよ。で、検索したら全部出てくると。そういうところですよね。で、キーワードを載せて、強い表現を用いて、それをずーっと繰り返すことによって、ファンだったり、アクティブユーザーが増えて、収益になると。だからすごいですよね。どうなんですかね、これ、立法上、いわゆる、わかりますよね。僕はどういう位置づけにいるかって話ですよね。憲法上もそうですし。もし仮に僕が外国人だとしたら、日本の憲法が当てはまるかどうかって話ですよね。刑法上の犯罪でもあり、いわゆる民法上の民事訴訟でもあり、いわゆる憲法であり、基本的人権であり、こういったことがですね、いわゆる外国人、よくディプロマートって言いますよね。そういう外交官には当てはまらないって言いますけども、治外法権ですよね。この僕の環境を見てもらったら分かると思うんですけど、いわゆる憲法だったり法律からかけ離れたような生活してます。僕はもう30年近くですね。分かると思うんですけど、この際に僕はどういう位置づけにいて、どういう位置づけで過ごしてたのかっていうことなんですよ。例えばビジネスを行うにしても投資を行うにしても同じだと思うんですけど、これは法律をしっかりと適用できるのかどうかの話なんですけど、これウクライナは公共だったりビジネスを始める際に許認可いるんですね。いわゆるビジネスを始める際に行政だったり政府だったりの許認可いるのがビジネスです。ビジネスの成功要因に行ったのは行政です。だからもういつも僕不思議に思うんですけどね。要するに刑法民法でいくらギャーギャー言ったところで、憲法が国の大規定ですね、大前提にある法律なんで、憲法でいわゆる違反してる条文っていうのはもう全部引っ叩かれます。いわゆる適用されません。だから僕はどういう位置づけにいるのかちょっと不思議なんですけどね。外国なのか外国人なのか、もしくはもうそれの政府機関の人間なのかって話なんですけど、いわゆるどういうふうに行政は処理してるのかっていうのはちょっと謎ですよ。僕のアクティビティだ、 SNS だったりブログだったりメディアだったり見てもらって分かると思うんですけど、いわゆるかなり危なっかしい状況が僕の状況です。その中で、ゼロ円でビジネスするとしたらどうすればいいのかっていうことでずっと頑張ってたんですけど、ちょっと話は変わりますけど、ノート、マグマグ、Google AdSense、これですよね。お金かからずに収益になる投資ですよね。これを働きながら僕してました。で、今年も働きながらして、あと中国とアラブ行って、あと投資も頑張ろうかなと思ってます。こういったことを毎日繰り返して行っていって結果を残しています。ちなみに企業っていうのは悪い子じゃないんですね。いわゆるお金を使って無駄なリスクを背負って失敗するというのは非常に危なっかしいことであって、お金を使わずに起業することは可能です。僕も資本金200万にしてましたんで、でほとんど月1万2万なんで、そういったものですよね。そういったことですよね。それができるかどうかで決まっていくって話でしょうね。だからいくら売り上げたのかっていうのは不透明ですね。これが一方上どうなのかって話ですよね。いわゆるね、かなり厄介な事案であることは確かですね。ちゃんと数字出てますからね。
Google にもどこにもですね。投資もちょっと桁が違うんですよ、ね。いわゆる。これがね、稼ぐのが大変ですね、ほんと。どうなってるんでしょうね。で、株式は保有してます。昨日も 2万5000株買いました。ナチュラルガスの ETF ですね。だから、証券会社だったり、国を選ぶべきだって話でしょうね。投資する際もですね。ちょっとメタ5だったり、メタ5ですね、今だったので。メタ5を使おうかなと思ってます。メタトレーダーですね。これも考えても、XM と IC ですね。こういったシステム使おうかな。オーストラリアとキプロスになるんですけど。こういったことも考えてます。ちょっと考えてみてください。お金は使わずに何でもできるんですね。頭さえ使えばですね。バレルスティン。Go for your dream, man. Thank you. Why you?